清涼高校で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた矢上は、そこで偉人町の便利や桑名と鉢合わせる。だが桑名と沢先生の間に一体何の接点があっただろう。桑名、なんであんたがここに。沢先生とつながってるのか、あんたが。参ったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。よう。なんで RK がここに。いや、後ろからも来てる。どうなってる。こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした。どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえようにな。Yeah!
呼んでんだ。お呼びじゃねえんだよ、ヤガミ。お互い様だろう。沢先生、大丈夫？今、警察を呼びます。助かります。おい、逃げるぞ、ヤガミ。先行け。こいつらあんたを狙ってんだろ。すまねえ。お前らヤガミだ。わかります、阿久津さん。下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃな、残された者同士仕切り直していくか。余計なとこにシャシャリ出てきやがって。ざけてんじゃねえぞ、これ。でも来な。沢先生。はい。警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。八神さんは大丈夫なんですか？ええ。それより先生、桑名とはどういう。沢先生、とにかく部屋にいてください。それじゃあ。てめえ、ヤガミじゃねえか。おい、なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね、けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないぞ。ああ、調子乗ってんじゃねえぞ、カイトーのおまけごときが。やThank you.
ろ、やりやがったな。おい集まれ、八神だ。また RK に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど、しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ。おとなしく死んどけ。クアナ、よう待ってたぞ。逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまってたよ。やがみ、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、八神。どっからでもおとなしくしてもらう。いい加減寝てろ。なめんな。悪いな、ヤガミ。ちょっと本気で来いや。おい。
クアナ。おい、クアナ！くそ、礼も言わずにトンズラかよ。止まれ、ヤガミ！さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ？沢先生！やめろ！くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ？何が狙いで動いてる？名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。おいおいおい、ヤガミ、起きろ起きろ。よかった。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま。意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。あ？痛えか。痛えよな。な？見たろ？まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められた、ただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ、八神さん。あんた、あの女先生とはどういう仲なんだ？同僚だよ。ほんの何日か前からだけどさ。てめえ何言ってんだ。口挟むなよ、阿久津。あ？俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それに八神さんは今何も嘘をついちゃいない。ただ言葉足らずだよな。聞くよ、沢先生と同僚ってのはどういうことだ？俺は星稜校からいじめ調査の依頼を受けてた。それで沢先生とは同僚みたいなもんだってこと。なるほど。彼女はどうした？今頃は自分の部屋で休んでる。別に彼女に用はないんでね。俺らの狙いは桑名か。そうそう。あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違ってる。うん。その桑名ってのは偽名だ。偽名？ああ。あいつはなんだ？あんたの前ではどういう肩書きになってる？質問の答えは2秒以内だ。
クアナってのは何者だ。便利屋だ。偉人町のみんな知ってる。こっちで長いこと便利屋をやってるらしい。便利屋さんか。へえ。その口ぶりじゃあんたも最近あいつを知ったのかな。ああ、彼本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？そっか、答えなくていいよ。初耳だって顔に書いてある。俺でなくたってわかる。じゃああんたが言うとこのその桑名さんがどこへ逃げたか当てはあるか。俺たちは奴に用があるんだ。もし知っててもお前らには絶対に教えない。絶対に教えないね。ま、今のも嘘じゃない。ただ正確に言うと知らないから教えられないだろ。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。それが何を意味するかわかるか。お前らにとって俺は用済み。下手に賢いとこういう時損だな。じゃあ俺からも質問です。この場面で俺たちはお前を生かして返すでしょうか、それとも生かして返さないでしょうか。その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。なぶり殺しにする。じっくりと時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやる気はねえ。した探偵さんよ、まだまだ終わりじゃねえぞ。おい、あれの準備だ。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お人間どこまで切られたら死ぬかやってみたって映像だ。再生数すげえだろうな。だろう、ヤガミ。手の先っちゃから少しずつ切り落としてってやる。まずは右の手首、そして左手首、右肘、左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。切り込み隊長にして。俺らもやるんすか。全員やるんだよ。今後アルケーに逆らったもんがどうなるか、みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。さっさと行け。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるような真似やるわけがねえ。結局お前らが、お前らだけがバカを見る。言ってくれるじゃねえか。ふざけやがって。あれはだからぶちまけてやる。
なんだてめえら。カイト、なんでここに。どうやってこの場所が分かった。カイトさん、杉浦、うちのターボーが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろよ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。やれるんだな、タボ。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろ、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえの。やっぱゴルジには美味しい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。お返しさせてもらうぜ、阿久津。
からでも切る。そんなもんか。なんでクアナを追ってんだ。あいつが何をした。どうして沢先生とクアナがつながってる。質問が多すぎるな、このイカレ野郎。カムロ町で河合信也を探してたのは何でだ。お前らは何をしてるんだ。タボク阿久津。タフだね、あの人。しかも逃げ足早。やろう。あれは途中からここ逃げる隙を伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ。随分冷静じゃん。ああ。こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。そんな状況だったんですね。ああ、沙織さん、俺と電話が繋がらないってすぐ海藤さんに知らせてくれたんだろ。それでつくもが俺のスマホを GPS で追って、そっからは町中の防犯カメラ漁って俺を見つけてくれたんだ。おかげで助かったよ。いえ、そもそも八神さんはこちらの依頼で動いてくれてるんですから。それに最初に不審を感じたのはたまたま一緒にいた東さんなんです。八神さんがいつまでも電話に出ないのはおかしいって。じゃああいつにも礼を言わなきゃか。ええ。ところで、カムロ町で調べた河合信也の情報についてはさっきお伝えした通りです。かつて黒川学園のいじめ加害者だった河合は5年前に知人らしき男女に連れ去られたきり、それをガールズバーの女性店員が見ていて、 RK はその情報をもとに河合が殺されたと判断したようです。分かったけど、沙織さんはもう RK と関わるのよした方がいいな。あいつらヤクザより簡単に一線を越えてくる。ええ、まさか八神さんまで危ない目に遭うなんて。こっちは今沢先生のマンションに戻ってきたとこ。カムロ町で河合を探してたはずの RK がなぜかこのマンションでクアナって便利屋を待ち構えてたんだ。便利屋ですか。普通の便利屋よりも守備範囲が広い。異人町の裏社会にも顔が利くようなやつでさ、クアナって名前も偽名だった。でもそんな得体の知れない人がどうして沢先生のところに。ああ、だから彼女からクアナの話を聞こうと思う。沢先生には今度こそ知ってることを洗いざらい言ってもらわないと。わかりました。いろいろ見えない状況が続いてます。お気をつけて。大丈夫、今は頼もしい味方が2人も一緒だから。よう、沢先生の部屋は何号室よ。今俺が一緒に行くから慌てんなって。静かだな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。
沢先生、俺です、八神です。どうした？鍵がかかってない。え？沢先生？おい、タモ！嘘だろう。